で場面変わってホワイトベースです格納庫でですねガンダムの動きを試すアムロなんですけどもガンダムが本当にもにカンフーみたいに軽々と動くんですね自在に動くとなるほどこれすごいやしかし。 しかしというところまでアムロが言うとですねそこにセーラさんが現れますコックピットで「なるほどこれはすごいや」って言ってこれガンダムの腕ですね空手のですねこういう型みたいなのやってるからちょうどコックピットの前に拳来てるんですけどもそこにですね無重力状態だからセーラさんがふわっと飛んできてこの拳のところに手をついて話しかけますどう調子はっていうふうにセーラさんが言います そうするとアムロがですね良好ですけど動きが速くなった分はメカに負担がかかりますその辺のバランスの取り方が難しいですねっていうふうに説明しますなかなかこういいシーンですねこのポーズといいやっぱりあのワンカットで見せるっていうのはテレビアニメの基本は基本なんですよカット割っちゃってそれぞれのキャラのクローズアップにした方が絵は綺麗になるし アニメファンは喜ぶんですね。こういうキャラのアップがあった絵の方がアニメファンは喜ぶんですけどもただこういうロンちょっとね変わった構図で、えー、全体の誰がどこにいるのかを一枚で見せるっていうのはやっぱりやってくれるとやってくれないので全然分かり方が違うんですよね。 動きが速くなった分はメカに負担がかかりますっていうのはガンダムの例えば関節で言うとこの動きが速くなってそれはいいはいいんですけども逆に言えばですね動かし始める時にモーターの負担で止める時もモーターの負担がかかるんですね。これあの自動車で言うと例えば 地面の抵抗がある場合、自動車っていうのは加速の時にエンジンを負荷しますでも減速の時にはですねアクセルを緩めるだけでですね自然とスピードが落ちてくるじゃないですかブレーキの力を使わなくてもですねこれが抵抗がある時ですところが抵抗が、ま、全くなくなってエアカーみたいなもの空飛ぶ車みたいなものが実現すると何が困るのかっていうと。 エアカーが加速する時にエネルギー使うんですけども減速する時もですね反対側に何かを噴射するなりしないと減速できないというですねつまりパワーがメカに負担をかけるわけですね加速と減速両方にパワーがいるようになってしまうとだその辺のことをですねアムロ君は言ってるわけですね。 ポンとアップになるですね、えー、大丈夫よその辺は自信を持ってアムロって言うとアムロはそうですかそうよアムロはニュータイプですものって言うとアムロはいやタイプから言うと古い人間なんですよって言うとセイラがふふそうねお戦地だからちっとも飛んでないのねこの飛んでないのねっていうのがね恥ずかしい70年代後半の、えー、日本のですねまあ業界用語 何かちょっと女の子がですね男の子の方に自分から告白したりですね男の子なのにちょっと女の子っぽいメイクしてみたりですねそういう流行に敏感で今風の人間少年漫画ジンで,です、ね、昔「とんだカップル」というです、ね、柳沢君の漫画があったんですけどもまあまあそういうのを飛んだと言ったので、えー、富野さんついつい流行でですねちっとも飛んでないのにねっていうふうに入れちゃったんですね。 でこの回のこの時のセイラさんがですねすごい綺麗に描いてあるんですけどこれはね、まあ、もちろん作画修正が間に合ったからなんですけどもこのカットは美人に描かなきゃ いいけななから美人なんですよねっていうのは今言ったですね「えー、アムロ調子はどう?」って「いやこの辺メーカーに負担かかるんですよ大丈夫よアムロならできるわ」って「あの自信を持って」って「ニュータイプなんだから」いやニュータイプって言われても俺本当はオールドタイプなんですよそんなやつなんですよ」っていうのはもしあの開始でに言われたらアムロもっと自然に言えたんですよね同じようにやっぱ言えたんですよでもセーラーさんにはこれまで言えなかったやっぱアムロくんね童貞少年のですねあの相手が女の人だったらですねもう本当に マチルダさんを見たらマチルダさんだしですねあとランバラルの彼女のハモンさんを見たらあの人がというふうに思っちゃうですね美人を見るとドキドキして上がってしまう童貞少年なんですよねがでもここまでいいセーラーさんを見せられても普通に受け答えできるアムロを描きたかったからなんですよね。 なんかアムロがビビるほどの美人のセ生ラっていうのをきちんと見せた上で普通に会話できるアムロのののの成長を見せたいそれれがこの一連の流れの目的でもありますもちろんこの「ガンダム」の改造がうまくいったという説明的な意味でもあるんですけどもやっぱこの回はシャーがどんどんダメになっていくのとアムロがニュータイプだからすごいっていうんじゃないんだアムロは人間的に成長したからすごいんだよっていうことをちゃんと見せたっていうのは この「エルメスのララー」という回の僕はあのコアというかですねもうあの大トロ部分だと思うのでこの辺味わっていただきたいですえでアムロはですねまたやっぱここでも苦笑いなんですよねえそうねおセンチでちっとも飛んでないもんね古いタイプだよねアムロっていうふうに美人に言われたらですそう正面切って言われるといい気分のものじゃありませんねっていうふうに言うんですよでこれもですねやっぱりあのモスクハン博士の時と同じようにちょっと小笑いしながら言うんですね アムロ成長したなともうお父さん嬉しいよって思っちゃうんですけどもですねこのねアムロが成長したことによるその喜びとか続々感がですねやっぱあの本質だと思うんです僕は無色転生強く押すのも「アルプスの少女ハイジみんな見た方がいいよ」って思うのもその人が成長していって周りとの対応が変わってっていうのって僕らの。 魂にやっぱ訴えかかるんですねだからガンダムってやっぱロボット戦闘とかストーリーとかですね対立とかいろんなものが面白いんですけどもその中心にあるのは主人公が本当に見てる人間が ななんだろう,なあのう,うこいつは偉いけど俺はダメだめだよではなくて見てる人間よりだめなやつが徐々に徐々に周りとの関係をちゃんと築いていってくれるっていうのを書いてくれるからですねこの「一番最初のガンダム」っていうのが名作として残りですねでいつまでもガンダムが何か商品化される時ってもう絶対にファーストガンダムじゃないですかだからゼータとかダブルゼータの人にしてみればなんかガンダムのキャンペーンやる時になんで一番最初のガンダムだけなんだよっていうふうに多分思ってると思うんですね。彗星の魔女から入った人 多分そう思ってていやもうしょうがないよあれはもう一番最初にやったからもうおじさんたちの頭にあっちが染みついてるんだって思うかもしれませんけどそんなことないですよガンダムってその後もゼータガンダムのシリーズも大好きな人もいるしダブルゼータも好きな人がいるし水星の魔女だと好きな人がいるしでも初代だけなんでこんなに特別になんだ扱われるのかってこのビルディングスロマンっていうのをめちゃくちゃ丁寧に書いているから結果的にねそのキャラの心情が心に染みてるんですね。 これはあの今ねテレビシリーズでやってもね難しいや難しいんですねだからその「彗星の魔女」がそこに至ってないって意味じゃないんですよ。 この頃のテレビアニメって子供から大人が見るものとして作られたからこういうビルディングスロマンを作るそれも1年かけて作るという余裕が与えられたんですねだから今時のの1シーズン10話とか11話で作るアニメはこれがやりにくいので仕方ないですよここの部分は諦めるしかないんですけども,もうやろうとしたら本当に無職転生みたいに何年かかるか分かんないけどやってやるみたいなシリーズ立ち上げるしかないんですけどもだからこのの古き良き良時代のテレビアニメ アニメだからできたっていう部分もあると思います <laughs> 切り抜き動画をご視聴いただきありがとうございました私はこのチャンネルの中の人です私はクラスメイトの女の子です第40話エルメスのララー今回はビルブングスロマンの本質の解説だったねそうだね今回は岡田斗司夫の本家のチャンネルについたコメントを紹介します 終盤、アムロとの絡みで、セイラがより美しく描かれてたのは、童貞アムロの成長を見せる、目的カッコ女性フェロモンに、一切同じてない。だったなんて、当時厨房の、俺カッコもちろん、童貞に分かろうはずもなかった。その細やかさに感動。さすが成長単ガンダム。鈍感な自分は、アムロの精神的成長を、逆襲のシャアで、ようやく気づきました。お付き合いいただき、ありがとうございました。 これからもこの切り抜きチャンネルでは岡田敏夫のガンダムネタを中心に動画をアップしていきますのでこれからもよろしくお願いいたしますショート動画もありますのでよろしければそちらもお楽しみくださいご視聴ありがとうございましたありがとうございました